ありがとうございます。未踏の地は、結構長いこと続けてきてまして、もう5年か6年ぐらい経ってるんですけど、レパートリーもなんというか、まあ、今回はかなりそのいわゆるポップなもの、ポップスそしてあまりあのなんだろう、ラブだけどあまりなんかこう男性女性のラブというよりも、宇宙とかユニバースとかワールドとか、そういうラブ、もっと大きなラブをテーマに、曲が選ばれているかなという気が したんですけど男と女の恋愛にはご縁がない2人の選曲なのかどういうことなのか、ちょっとあの最後にこんなことを出してしまってよかったのかそれではもう1曲だけお届けいたします。これはスティングの曲で、有名ですけれどもフラジャイルという曲です。ユイスラエユピアノ歌のりこ鈴木でした。どうもありがとうございます。